天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。ご陽気人間とコンビを組ませてもらってます。天才ピアニストの竹内です。ご陽気なのは上っ面、マスミです。いや、ご陽気なのは上っ面ですよ、皆さん。マスミさんはね、今日ね、本当にひどい一日だったんです。ひどいわ。何があったか言ってごらん。あのね、なんか嘘みたいなな。嘘みたいなんで3連発がありましてね、うん、はい、もっと他になかったかな追加で増やしときたい。追加で嫌なことなかったかな。3やったら弱かった気がする。いや3結構まあ10問目の3なんですけど、はい、今日ね一旦満劇でお仕事があって、うん、でその後ザザ新世界ザザに、うん、オノマトペちゃんのね、はい、呼んでもらってたんで、はい、で今日は自転車で移動しようと思ってさ、はい、でしかもな、自転車壊れてたんよ、最近まで。はい。っていうのも。直したんや。直したって言ったら。うん。鍵なくしてん。ちょっと前にな。うん。いつも通り。いつも通り鍵なくして。うん。で、鍵をもう壊してもらって、最近新しい鍵を。なるほど。ほんまに3日4日ぐらい前に。はい。つけたとこやね。だから動かすことすら駅は乗ってたんや、そもそも。そう。なるほど。それを直して。家からチャリンコ屋に持っていくのも大変やったんですよ。そうやね。鍵が動かへんとこ、氷を動かしたりなんかして。持ち運んでいったんよ。あれは見られます。そんなにも持ち運んでって、はい、行って鍵をつけてもらって、はい、やっと乗れると、うんうん、で今日はチャリでね満劇から行こうと思って、うん、はい、乗ってたら割とね、新世界ザザ寄りではなく、はい、満劇寄りどっちかっていうと向かってる割と序盤でそう半分に達してないとこあたりで、はいはい、チャリンコがねブリュンってなったんですよ。乗ってくねったみたいになったんや。そう、うん。何かを踏んだのか、どうなったんか分からへんねんけど、うん、とにかくパンクしまして。はい。で、パンクだけじゃなくって、もうね、タイヤが半分ぐらいブリンと外れて。え？危な。そう。で、試しに一回乗ってみるか。で、乗ってみたら。やるけど、それ。余計痛むやつな。チャリ屋さんに怒られたの。ガンガンガンって。はい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 。なった上に。もうタイヤが機能してない。後輪のさ、この辺に半分ぐらいカバーあるやん。はい。そこの中にギュギュギュッとタイヤ。わわわわわわ、さやか。詰まって、もう、あーんってなったんよ。楽しそうやろ。どうだったの？うーん。いやいや、めっちゃ楽しそうやん。めっちゃ楽しそうやん。こっち向いてみーこがね。え？こっち向いてみーこが、あーんなって。ってなって、はい。一旦ちょっともう、その付近に、ちょっとお菓子でもうてます。また取りに行きますけどね。はいはいはい。不法投棄なるんでね。はい。一旦置いて。鍵を閉めた上で。このチャリを押しては行けへんからね。そう。新世界には。ほんで、もうタクシー乗っていこうかなとも思ったんやけど、はい。でも、タクシー乗るには近い距離じゃ近い距離やね。言ったら、満劇からさ、ザザも、めっちゃは遠くないやん。めっちゃは遠くない。いや、それもちょっと来てもうてるし。そうそうそう。はいはいはい。絶妙に、ね。なんか変かと。うん。うん、で、結局そっから歩いて。うん。行ったんですよ、ザザまでね、うんうんうん、汗かいて、うん、ブルックリンカフェぐらいまで行ってたんですか。もっと行ってた、今宮エビスぐらいまで行ってた。今宮エビスよりはそこまで行ってない。相場で行ってない感じやな、うん、はいはい、なるほど。その辺やな、その間ぐらい、はい、セブンとか、うん、タリーズとかあの辺りぐらい、うん、まあ、そのもう一本裏道で行ってたんですけど、うんうん、その辺でアウトして、はい、で歩いて行ってたら今日ちょっとだけ、はい、まあ、ハイヒールでもないんですけどちょっとだけヒールのついた靴履いてて、うん、ちょっとですよ、ほんまにちょっとよ、うん、しかもこのピンのやつじゃないもんな、このそうなんか太ヒールみたいな、太ヒールみたいながゴリってなって、うん、アリってなって、と折れて、はい、このようにどのように、まあ歩けへんことはないんですけどね、うん、なんか折れてこないなって、はい、ああ、もうバカ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 なってるんですよ、はい、あ、もう歩きにくいわ、はい、最悪や最悪や、うん、ほんでもうやっとの思いで命からがら命からんがらんザザについて、はい、ね、さあ着替えようと思ったら、うん、中のいつも着てる紫のインナーを持ってくの忘れて、それなんで忘れたんですか。洗濯してて、洗濯してた、洗濯して家に置いてきた、万劇なんで万劇に、どういうこと？洗濯して、洗濯して、満劇で一回出したってこと？そう。あ、満劇で出して、満劇に今日最終戻ってくるので、うん、新世界に行くときに荷物を絞り込んだよね。そう。だからヘアアイロンとか、はいはいはい、そういうなんかちょっとワックス系とかも一旦出したのよ。はい。
それと一緒に置いてもうたん。置いてもうた。でも一緒にライブ出る予定やった安葉さんにね、丸亀の、はいはい、T シャツ借りて出まして。安葉さんの T シャツやったな。ほんで硬派な白 T、 こうぐらいまで丸ネックの襟詰まってるやつ、ね、はいはいはい、正統派で、はい、もう災難がね3つ重なって起きたんですけど、はい、M1 多かったんでいいか。チャラやな、うん、お釣りが来るぐらいです、はい、ただあなたはそんなにね悪いことが立て続けに起こるようではね、なんかのメッセージかもしれませんよ、うん、スピリチュアル竹内から言わせてもらうと。スピってんじゃねえよ目をこうすな、目をそうすな、それ口をそうすな。いや、なんかもしかしたらね、確かにな、うん、もっと大きいことが起きる可能性がある。そうそうそう、か今日はちょっと一日気をつけて。そうやね、ね、そんな続かないですよね、まあ、最後のやつはボンミスとしても。だから正直ね、これ全然あかん、まあ言わん方がいいか、あかんね危な、なんなんその言わん方がええやつって、急ブレーキ踏んでたけど、気をつけてくださいね歯なくなった歯がなくなりました。ね、まあ続くとき続きますからね、そういうのね。もう恥ずかしかったわ。でもチャリンコブキュってな、ほんまそんなマスミのさ、うん、ピンチ時のトイレやないねんからさ、ブリオンブリオンって、ブリュレーってなってからさ、表面サッと炙っとるやないか、クリーム表面をバーナーでバッと焼いとるやないか、クレームブリュレーってなってからさ、なったんや。そっからそのガン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 ってなりながら押していくのもすっごい音してさ、うん、周りじゃそのカンカンカンの音だけじゃなくって、うん、なんかギューガンギューガンギュー、あータイヤが目立つ音すんねや、タイヤがこう凝縮されたから、なるほど、ギューガンギューンガンってなるし東大阪ぐらいの音がなって、そう、はい、工場長かよって感じで、はい、そういう風にもなりながらで、それだけでも嫌やのにめっちゃ重たなってんねん、なんかそのタイヤで、なるほど、なんか抵抗できてもうて、はい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 、逆指弁みたいなのが出てもうて、はい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 、抵抗で。だってさ、私ね、私は私でね、うん、あの今日6時半から7時半まで、うん、トークライブです、宗安さんと、うん、チェリーの宗安さんと。でその1時間の間に M1 の結果が出るっていうことが分かってたんですよ、うん、7時にね、はい、19時に結果発表で、18時半から19時半、だからライブの途中やから自分で結果も見れへんし、そうやな、でまあ分かる、もうけで宗安さんの結果もどうか分からへん、うん、そうやな、2人揃って合格できるかどうかも分からへんし、うん、どっちかが落ちた時とかいろんなこと考えて、ああなんちゅうタイミングで結果出してくれてんねんって思ってたんですよ。でもまあトークライブ自体は楽しくて、うん、もうあっという間に1時間終わって、うん、で終わった時に、あそうやもう結果出てるんや、うん、ってなって、うん、でますみちゃんに会ったの楽屋で、うん、結果見る前に、はい、そしたらさ、もうますみちゃんはさ、そのさ3つぐらいさ、あの災害が起きた後のさ顔してるからさ、うん、落ちたと思って、あ顔がさもう終わってる顔してさ、お疲れとかも言わへんかったもんな、うん、そうで、あ最悪や、嘘やんと思って、マジでと思って見たら、あれ受かってる、あれますみちゃんどうした、私もうね M1 とかもそんなことよりももう災難立て続けにありすぎて、いや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 、そんなことよりとさ M1 が一番やから、もう M1 以上のことなんか何もないから。でもな、あのその手前にじゃあただ単に壊れただけじゃなくて、うん、もうめっちゃ重い、なんか結構な距離しばらく押したんよ、はいはいはい、チャリがとにかくね15分ぐらい、うん、いやだから、そうそうやね、だからほんまになんか、うん、あのトイレの、うん、とお腹痛なって、うん、もうなんかシャレなってない時みたいな顔してた、はいはいはい、その顔がもう明らかに健康な人の顔じゃないというかなんか、うん、思うとこあるみたいな、なんかそう女梅みたいな顔しててこう男梅の女梅みたいな顔してたわけ、うん、そうだから、えもう、ますみさんの顔でフェイントかけられましたよ。そうやね。よかった。ほな、なんでっていう。私ももう、劇場出るまでは、あ、7時やな。ってことは、劇場着くぐらいか、着く前ぐらいに分かるかと思ったけど、もう途中で一切。そんな、吹き飛んだ。危ない。なんかし、なんでか知らんけど、スタンドも壊れてて、途中で。え？押していく途中に、もう、いろんな音鳴りすぎて、スタンドも擦ってたんやろな、なるほど、なるほど、なるほど。え、それさ、その、自転車で大転倒したことある？はい。ないのにそんなスタンドなんか壊れへんけどな。スタンドってこの片方のタイプですか？そうそうそう、片方のやつ。もう自転車乗るなよ、こと違うか。な。
た。自転車乗りたい。自転車ばっかり乗りたい。嘘つけ。嘘つけ。いや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 、劇場からね。うん、家はやっぱチャリが一番いいですからね、私は。ほんまはね。まあまあそうですよ。運動にもなりますし。そう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 。ね、そらそうです。本当にパニッキーでね。よかったです、でも。怪我せえへんかっただけな。ほんまやで。ありがたい、思わなあかんで。ほんまにな。神さん見てくれたあるわ。見てくれたね。悪いことした？してないね、最近。悪いこと？うん。そんな罰が当たるようなことしてへんね。なんかしたかな。してないと思うけどな。大丈夫やな。ほな、もうあれやわ。神さん守ってくれはったよ。ほんまはもっと大変なことだったところな。え、そらあれやで、だし巻きというか卵焼き作るのにマヨネーズいっぱい入れたりとかしたで。それや。それや、マヨネーズ入れすぎて神様の原骨や。でも、だし巻き？まあ、卵焼き？卵焼き？うん。お酒に合うな。うん。卵焼き最近な発明してな。うん。いや、あなた家で日夜研究してんのかいな。納豆1パックに、卵3つ入れて。うわ、うん、で、キムチたっぷり入れて、うん、うわーいいね。でお出汁、白出汁入れて、うん、でマヨネーズ、これそれもう全部混ぜてるの？全混ぜ。あ、そうなんだ。包むんじゃなくて、納豆とかキムチをこう包むんじゃなくて、オムレツみたいにもう全混ぜ、卵に混ぜてます。そうそうそう、全混ぜして、ね、ネギ入れて、うん、それをね、これぐらいのフライパンで、はいはいはい、流し込んで、流し込んで、うん、それをちょっとだけ、うん、そう強めに焼くとさ、焦げ目が醤油の味して美味しくて、はい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 、それがもうね、うん、晩酌にぴったりなんですよ。あ、なるほど。じゃあそれにマヨネーズ入れすぎたから神様がちょっと怒ったよ。わ、マヨネーズをちょっと控えたら今後安全に生きていきますからね。はい、大丈夫です。ただそれは美味しそうなんでやらせてもらって、一回ちょっと食べさせていただきます。おやすみなさい、はい、チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？